街のスケッチ。今日のキャンバスはアメリカニューオーリンズ。この番組はメモリー&モバイルのマクセルの提供でお送りします。ルイジアナ州最大の都市ニューオーリンズ、かつてフランス、スペイン、再びフランスと支配が目まぐるしく変わったこの街は、今もストリートの名前や建築様式にその名残を残しています。そしてこの街から生まれたのがデキシーランドジャズ。デキシーとは南部という意味。街にジャズが流れる、道行く人が自然にリズムを取る、それは日常のありふれた風景です。彼も街に音を響かせるストリートミュージシャンの一人。ニューオーリンズはスペシャルプレイスで、ジャズの生まれ地。There's a great feeling among musicians that we carry on the tradition. Why don't you come with me, and I'll show you what musicians do. 僕の家においでよ。彼は気軽に声をかけてくれました。スティーブさんは楽器の修理職人。くたびれた楽器に新たな命を吹き込むのが彼の仕事。数えきれないほどの楽器が彼の手で生まれ変わったのです。ニューオーリンズのジャズには永遠の命があります。今日もニューオーリンズの街に彼のサックスが鳴り響く。